はご挨拶から行ってみましょう。みんなこんにちは。おや、ちょっと後ろの方のお友達元気ないですね。みんなで一緒に行ってみましょう。こんにちは。はい、どうもありがとう。私はレギオネーさんって言います。みんな今日はよろしくね。さて、皆さんは今日ここに誰が来てくれるのか知っていますか？あ、じゃあ手を挙げてる人がいるね。せーので教えてください。せーの。そうです、時空戦士イバライガーが来てくれます。時空戦士イバライガーは未来の世界で破壊されてしまった人間の心や地球の未来を変えるために現在にやってきた正義のヒューマライガー。人間の悪い心から生まれる悪の分断、ジャークっていう悪者から世界を守るために毎日戦っています。早速今日のイバライガーショーを始めたいのですが、その前にみんなにね、聞いてもらいたいお約束が3つあります。まず1つ目に、イバライガーとジャークが戦うこのステージの上、とっても危険です。絶対にステージに上がってきたり近づいたりしないでくださいね。2つ目に、今日はイバライガーショーを見るためにお友達が来てくれました。どうもありがとう。これでね、前に座ってるお友達が立っちゃったりしたら後ろのお友達どうなると思う？座ってるお友達は立ち上がらないで最後までショーを見ていてくださいね。そして最後に3つ目、これはね、みんなにお願いしたいことなんです。小さいお友達、大きいお友達、みんなにお願いします。それはね、イバライガーが今からジャークと戦うんだけど、その時にイバライガーって名前を呼んで応援してほしいの。みんなの応援がイバライガーに力を与えてくれますよ。みんな応援してくれますか？あー、よし、じゃあね、これね、お願いします。応援してくれないとイバライガー頑張れないのでお願いしますね。じゃあ一回だけ練習してみようと思います。お姉さんがせーのっていうので、みんな大きな声で元気よくイバライガーって言ってください。出てきたね。じゃあね、本番もね、今に負けないと